じゃあまず登録させていただきます。ピンコードを入れて追加画面、まず人差し指登録します。これで登録完了。ちょっと2本指もありますので、中指次これで登録できますということで、それぞれ1回登録できました。で実際の認証画面になります。これは普通のロック画面を模した画面になります。これで認証できます。非常に早く使いやすいインターフェースになっています。弊社のペイトリガーですね、これも引き続き搭載してますので、そのまま長押ししていただけるとペイメントの画面にもスッと変化能です。で最後に2本指の認証ですね。先ほどこの2本指登録しましたので、これ2本指にすると2本出てきます。でピッと取りますとこのまま1本指の取ると何も変わらない操作感でですね、20倍のセキュリティを実現することができますというところで、このペイメントのアプリと一体な機能になっております。